お世話になります、ヒトリーでございます。冠の雪原のダイマックスアドベンチャーでは、自分の育成したポケモンたちは完全に出禁で、育成が中途半端で進化前さえいるようなレンタルポケモンを使わなくてはなりませんよね。こいつらの弱さに落胆し、自分の眼球を取り出して、その眼球でビーチバレーをやりたくなった人は数知れないことでしょう。ただそんな弱いレンタルポケモンの中にも、ちょっとはマシでそこそこ強いポケモンはわずかながらいるんですよね。私はその強いポケモンが何か気になりすぎて、壁を殴ったら手が壁にめり込み、壁から抜けられなくなり眠れなくなりました。そんな状況なので、視聴者さんからレンタルポケモンで強いやつは何か意見を募らせていただきました。ということで、今回はレンタルポケモン最強ランキングをご紹介していきたいと思います。第10位、種族値 HP90、 攻撃60、防御80、特攻90、特防110、素早さ60、合計490。やれユータン。ヤレユータンの一番の素晴らしさは、こいつの専用技である采配です。この采配は、味方が使った技をもう一度繰り返させる技で、例えば味方に弱点を持つポケモンがいたら、そいつの技をもう一度させることができます。レンタルポケモンや伝説までの道中では、相手の弱点のポケモンを完璧に用意するのはダイマックスアドベンチャーの使用上なかなか難しいです。ただ時々は対策できるポケモンが現れてくれ、そんな幸いな時に采配を使えば、そのポケモンを実質2体使えるので、ダイマックスアドベンチャーにおいては非常に便利なのです。しかもヤレユータンは HP90、 防御80、特防110であり、耐久力もあり、采配のおかげで対策用の同じタイプのポケモンを揃えなくていいので、タイプも分散でき、光の壁も使えるので防御面でも役立ちます。攻撃面では采配が使えなくとも、特攻90とそこそこ高く、威力90のサイコキネシスも使えるので、どんな状況でも最低限の役割は果たすことができます。ただやはり味方が NPC で、采配が運頼みでやることになったり、マルチプレイであっても采配を使った方がいいようなポケモンがいない場合は、強いとまでは言えません。故に第10位にランクインです。第9位、種族値 HP45、 攻撃50、防御45、特攻115、特防55、素早さ95、合計405。ゴースト。まさかの進化前のポケモンなのにランクインとなりました。ゴーストはなんといっても催眠術が最強です。たとえ相手が伝説であっても、催眠術を使って眠り状態にすれば、完全に相手の動きを停止することができます。これは倒されないことが大事なダイマックスアドベンチャーにおいては特に強い技だと言えるでしょう。そして眠らせた後も状態異常のポケモンには威力130になるたたり目がありますし、夢食いでダメージを与えつつ回復することもできます。眠った状態でたたられて、夢を食われてと実際にやられることを想像すると、それだけで相手のポケモンは巣の外に出たくなるでしょうね。しかも進化前のポケモンなのに、特攻種族値は115もあり、かなりの火力で技を打つことができます。さらに進化前のポケモンであるので、途中で道具を拾う際に進化の軌跡で防御特防を 1.5 倍にして戦うこともできます。ただ元々の防御種族値が45で、特防種族値が55とかなり低く、等倍の技でも簡単に倒されてしまいますし、そもそも催眠術の命中率が60なので、運ゲーになってしまうのは欠点と言えるでしょう。故に第9位にランクインです。第8位、種族値 HP80、 攻撃120、防御70、特攻110、特防70、素早さ80、合計530。バシャーモ。バシャーモはここまでのポケモンと違って、ここが重要みたいな明確なポイントはありませんが、全体的に安定して強いポケモンと言えるでしょう。種族値は防御面がやや弱いですが、どれも平均的にまんべんなく高いです。技は炎の誓い、ブレイズキック、インファイトとちゃんとタイプ一致の技があり、かつ特殊技物理技の両方あり、相手によって柔軟に対応できます。まあ、炎の誓いを他の誓いの技と組み合わせて使えたことは一回もないんですけどね。まあ、組み合わせなくても威力80なので弱くはないんですけどね。しかも自分以外の味方の攻撃防御を共に1段階上げるコーチングという強力なサポート技もあります。しかも特性は加速ですから、バトル中にほぼ確実に最速で動けるようになります。伝説とのバトルでは、相手が怖い顔を使ってきたり、相手が素早さを上昇させてきたりしますので、加速があればそれにも対応できて便利です。このように非常に欠点が少ない素晴らしいポケモンなのですが、ピンチから打開して状況を変えることはほぼできなく、あくまでも無難に強いにとどまります。故に第8位にランクインです。第7位、種族値 HP51、 攻撃52、防御90、特攻82、特防110、素早さ100、合計485。キワワー。
キュアワーはヒーラーという意味で強いポケモンだと言えます。回復技のフラワーヒールは1体が対象ですが、最大 HP の2分の1回復ということで、回復においてはトップレベルの技でしょう。しかも特性ヒーリングシフトで先制で回復できるので、ヒーラーの中でもエリートと言える存在だと思います。なので相手に対してタイプ相性のいいポケモンさえ揃えていれば、そいつらが攻撃面で強いポケモンでなくとも、相手に攻撃をやられて耐えて回復して、やられて耐えて回復してを繰り返せば、倒される危険性を回避して安定して戦うことができます。 NPC との共闘であっても、自分がずっと回復役に徹してればある程度は戦えると思います。それにプラスしてドレインキッスも覚えているので、相手に攻撃を与えつつ自分も回復できるのが優秀なポイントです。ただ自分が運悪く狙われすぎたりすると、ドレインキッスでは回復が追いつかなかったり、 HP 種族値51で防御面が弱めで倒されやすかったりと、ダメな点はしっかりダメです。故に第7位にランクインです。第6位、種族値 HP60、 攻撃55、防御60、特攻95、特防70、素早さ124、合計464。アブリボン。アブリボンもヒーラーとしての能力が高くて優秀です。キュアワーと同様に花粉団子で最大 HP の2分の1回復できて、かつキュアワーと同様にドレインキッスも覚えていて自分も回復でき、かつキュアワーと同様に素早さ種族値124と早く行動でき、ほとんどの場合先制で回復することもできます。つまりアブリボンはもはやキュアワーです。ただアブリボンがキュアワーより高いランクになっているのは、アブリボンは攻撃面でもそこそこ強いからです。花粉団子は威力90であり、アブリボンの特攻種族値は95で、伝説にはエスパータイプも多いので、場合によっては攻撃役に回ることもできます。ただこれまたキュアワーと同様に HP、防御、特防の全ての種族値が70以下で脆いので、狙われてしまったら簡単にやられてしまい、その点は明らかにきついと思います。故に第6位にランクインです。第5位、種族値 HP65、 攻撃60、防御75、特攻110、特防121、素早さ64、合計495。魔法イップ。魔法イップは攻撃、特攻がそれぞれ2段階アップのデコレーションがとにかく強いです。ダイマックスアドベンチャーでは相手が味方の能力上昇をかき消してきたりしますが、一旦だけしか効果が使えなくとも、2段階アップは単純に2倍の火力を出せるので、ヤレユータンの采配の上位互換とも言えます。これは NPC と共闘する際もとりあえずデコレーションを打っておけば、どんな技でも高火力で放ってくれて、そういう意味でも強力な技です。しかも魔法イップはマジカルシャイン、マジカルフレーム、マジカルリフと3種類のタイプの技を持っていて、威力こそそこまで高くはありませんが、ダイマックス技として使えば火力は出せますし、特攻種族値が110なので普通に強いです。さらに魔法イップは巨大マックス技の巨大断炎が使えて、相手と味方を最大 HP の6分の1ずつ回復させてくれます。特防種族値も121あり、防御面でもそこそこ役立ってくれます。このような感じで魔法イップは単体で強いというより、ダイマックスアドベンチャーの仕様に適しているという意味で非常に強力です。故に第5位にランクインです。第4位、種族値 HP48、 攻撃48、防御48、特攻48、特防48、素早さ48、合計288。メタモン。メタモンは伝説に化けられるのが非常に素晴らしい点です。伝説ポケモンは様々なタイプの技を持っているため、伝説と同じタイプになってしまっても多少戦いにくくはなりますが、相手の技も半減できるので倒されないでいつつそれなりに戦います。その辺のステータスが低いポケモンを使うよりも、タイプ相性が微妙であっても伝説を使う方が全然有効だと言えるでしょう。伝説以外とのバトルであっても相手と同じタイプになるので、少なくとも倒されることはなく、無難にダメージを与えていけ全然悪くないと思います。しかもレンタルポケモンのメタモンは特性が変わり者で、戦闘に出した瞬間変身してくれて、一旦損しないで行動できるのも優秀です。そしてダイマックスアドベンチャーでは稀に起こりがちな PP 切れも起こらない点もありがたいと言えるでしょう。 PP 切れなんか我々が切れる要因にしかなりませんからね。それを未然に防げるだけでも感謝しなくてはなりませんね。とこのように変身はどうしても相手と同じタイプになるので、一気に倒すとかはできません。気温が強くかなり安定的に戦える非常に強いポケモンと言えるでしょう。故に第4位にランクインです。第3位、種族値 HP55、 攻撃90、防御80、特攻50、特防105、素早さ96、合計476。ミミッキュ。ミミッキュはわざわざ説明するまでもないと思いますが、最大の強さは1回だけ相手の技のダメージを受けないという特性
末化けの皮です。ダイマックスアドベンチャーにおいては相手が変わるごとに特性もゼロの状態から使えて紛れもなく強いと言えるでしょう。正直これだけでも最強レベルですが、それに加えて攻撃面では攻撃種族値90でそこそこ高く、素早さは96と普通に高いです。技については威力70のシャドウクロー、威力70の切り裂くとあり、呪いは化けの皮があるため安定して打つことができて悪くはない技がちゃんと揃っています。フェアリータイプの一技のじゃれつくとかがないのが残念ですけどね。何のためのフェアリータイプって思ってしまいますよね。まあそんな細かい文句はあっても、とにかく化けの皮はダイマックスアドベンチャーの倒されなければいいという使用上強すぎます。相手にとっては攻撃対象が4体いるので、よほど狙われたりしなければほぼ無傷で相手を倒すことさえできるでしょう。ゆえに第3位にランクインです。第2位、種族値 HP81 攻撃102防御77特攻85特防75素早さ85合計505ニドキング。ニドキングはとにかく見た目も実力も強いので上位にランクインしています。まず種族値が平均的に高く、防御面も攻撃面もどちらもそこそこ高く、レンタルポケモンの中ではひときわ目立って優秀です。それでいて攻撃面では10万馬力、炎のパンチ、冷凍パンチ、雷パンチと全部違うタイプの技が揃っていて、あらゆるポケモンに対応できます。ただ毒タイプはないんですよね。毒タイプ技がニドキングから毒必要はなかったのにな。とはいえパンチ系はワンチャン状態以上も狙えますし、10万馬力は単純に威力95でタイプ1ですから強い。高順位なのに説明することがそんなありません。それくらいニドキングはシンプルに強いと表現できるでしょう。ゆえに第2位にランクインです。栄えある第1位、種族値 HP65 攻撃50防御35特攻115特防95素早さ95合計455ルージュラ。まさかのこいつが1位とは、冠の雪原が配信される前には絶対に誰も予想できなかったことでしょう。ルージュラはなんといっても悪魔のキッスが最強です。もうほぼ悪魔のキッスのおかげで1位と言っても過言ではありません。実際私もキスはすごく大好きです。悪魔のキッスは命中75で眠らせることができますから、催眠術の命中60よりも高く、より安定して効果を発揮させることができます。でゴーストのところでも言いましたが、眠らせたらダイマックスアドベンチャーであっても相手が伝説であっても完全に機能停止ですから、ボコボコ殴るもよし、味方を回復させまくるもよしと、強いという言葉以外に言葉が見つかりません。ただ無駄に臨床を覚えてたり、エスパー技がなかったり、防御種族値35でペラすぎたりと、1位なのに欠点は割とあるんですが、それを差し置いても悪魔のキッスは汎用性も高く強すぎるんですよね。で悪魔のキッス以外については、ルージュラは特攻種族値115でなかなか高く、それでドレインキスで回復できたり、威力90の冷凍ビームも持っていて、眠らせてからもしっかり攻撃できるだけの能力は持っているんです。そしてさらにドレインキスや冷凍ビームはダイマックスアドベンチャーにおける最強の伝説ポケモンジガルデに特に有効で、悪魔のキスも当然有効ですから、ルージュラは対ジガルデ用ポケモンと言っていいぐらい適したポケモンで、これも最強と評される理由の一つでしょう。ゆえにレンタルポケモン最強ランキングにおいてルージュラこそが第1位なのです。ということでレンタルポケモンについて語ってきましたが、今回も私個人的なランキングとは全く違いました。私はスイ君とネクロズマとばかり対戦していて、特にルージュラやニドキングは正直まず避けるポケモンでしたので、あまり好印象ではありませんでした。なんならハズレだとすら思っていました。なので今回もやはり皆さんのご意見のおかげでそれなりに説得力のあるランキングが作れたと思います。今回も YouTube のコミュニティ欄で意見を募集しましたが、前回のダイマックスアドベンチャー伝説最弱ランキングの時は20件程度だったのに200件以上いただけて本当にありがたい限りです。これだけご意見いただけたので、この動画は視聴者さんが作ったと言っても過言ではありません。ご協力いただきありがとうございました。とりあえず今回レンタルポケモンについて考えて分かったのは、キスって人間の世界だけでなくポケモンの世界においても魅力的だということです。多分このキスというものはいつの時代も魅力的なんだと思います。その事実は誰が何と言おうと、トゥルージュラ紀の頃も魅力的だったのでしょう。テロリストじゃない